はい、それでは今日はブリヂストンさんの TB1 ですね、2018年モデルが入ってきましたので見ていきたいと思います。どうしてもクロスバイクで通勤通学ってなると、まあ、荷物が積めなかったりとか、まあ、空気をこまめに入れなければいけないとかなって、こういった形の自転車で通勤したいと思われる方にはちょっとハードルが高い部分があるんですけれども、こちらの商品はですね、通勤通学したいという方向けに作ったクロスバイクっぽい自転車ですね。なので形の部分で、クロスバイクを求められている方にはこれ以上にない自転車になってます。一つ一つどういったものがついているかっていうのを見ていこうと思います。フレームはアルミのフレームで、重量が420サイズのやつで15キロ、480サイズのやつで 15.2 キロということになってますね。アルミのフレームです。色が2017年は2色だったものが5色ということで、大幅に色数が増えてます。売れたからこそ色が増えたというふうに言えるかと思います。サイズは2サイズ用意されてまして、420サイズが146センチの方から、480サイズが157センチの方からというふうになってます。オートライトですね、こちらオートライト、タイヤが回れば、こちらの中心部分で発電をしてライトがつくというふうになってます。1200カンデラの明るいライトがついてますね。でライトがついても重くならないっていうやつですね。非常に明るいですよ。プロフォイールのギアクランクに、シマノさんのパーツですね、外装7段になってますね。シマノさんのターニっていうリアディレイラーが使われてます。チェーンはステンガードチェーンですね、サビに強いチェーンがついてます。サドルは TB1 用のサドルですね、スポーティークッションサドルということで、まあ、スポーティーな細いサドルなんですけども、しっかりとクッションがあるようなサドルになってます。タイヤは、新しく開発されたロングレッドタイヤですね。空気圧が少ない場合でもタイヤのひび割れが起きにくいというタイヤになってます。27×1.8/3ということで、まあ、通常のママチャリとかシティサイクルについているようなタイヤの太さと同じものですね。なので、まあ、空気圧がだいたい3気圧ぐらいになります。通常のクロスバイクとかだと6気圧とか7気圧ですね、なってきますので、空気圧が高いものは2週間に1回とか空気を入れないとどうしても空気圧が足りなくなって重く感じたりとか、パンクの原因になったりするんですけども、これは1ヶ月に1回の空気を入れるっていうので、基本的には十分っていうことになってきますね。アルミのリムに、鉄のスポークになってますね。黒く塗装してあります。ブレーキが前が V ブレーキ、そして後ろがシマノさんのローラーブレーキがついてます。そして後ろに馬蹄状の鍵がついてまして、鍵はディンプルキーですね。盗難保証も3年間ついてます。盗難保証の条件等については買うときとか、そして、ブリヂストンさんのホームページにも載ってますので、しっかりと確認をしておいてください。鍵をですね、施錠しないで取られても保証ありません。しっかりと施錠して鍵をかけた状態で盗難にあった場合はメーカーが3年間保証してくれます。泥除けがついてます。黒く塗装された鉄の泥除けがついてますので、ちょっとした雨の日でもですね、洋服が汚れにくくなってますね。通常のクロスバイクだと、まあ、ちょっとした泥除けがつけれるかつけれないかぐらいになってきますので、しっかりとした泥除けがついているというのは嬉しいですね。そしてオプションもですね、リアキャリアやチェーンケース、両立スタンドなど見た目はちょっと変わってしまうんですけれども、通勤通学で使いやすく、カスタマイズすることもできますね。この自転車だと通常の自転車と同じような感覚で使っていただけるクロスバイクっぽい自転車ということで、非常に人気がある自転車なので、おすすめの1台です。